みなさんこんにちは、さくらチャンネルのこうちゃんです。今日はスライムで何かを作りたいと思います。何かっていいか、何かは広がって、この子たちが今日やっぱりスライムの家がテーマかな。この子たちがスライムの家に住みます。スライムは黄色と緑と、これね、ちょっとねピンクに見えますが紫色です。このバッチかわいいですよね。これもつけるんです。この箸でトッピングもします。この箸トッピングじゃなくて使えそうなので一応取っときました。この箸、割り箸、これはトッピングです。じゃあ始めましょう。まずはこれ、紫色のスライムから始めます。取りにくいな。ちょっとだけど、だけど取れました。一気に全部取れました。ちょっとね、茶色にも見えますが、これ本当は紫色です。みんなピンク色だと思いますが、これ本当は紫色です。買いました。これ一つ10円、間違えました、一つ100円で、私は紫色を買いました。紫色好きなので。これで何を作りましょう。これでマットを作ります。マットの上でこれをこの中のものをトッピングしようと思っています。イルカちゃんかわいい、これもらいました。広げました。つぶつぶが邪魔そうだけど、ビヨーン伸びますね。ビヨーン伸びますね。四角くなっちゃいました。まあいいですか、これと合わせると全然四角いです。もっと四角くしたいんですがね。これでマットできるかしら。じゃあトッピング何があるか全部出してみますね。イルカの宝石、エメラルド色ですね。ジャンプしてるイルカ、透明の白っぽい宝石、2つあるんですけど、どっか落ちちゃったので、これ綺麗です。このビー玉、皆さん見てください。ちょっとこの中に全部入れてみる。綺麗なビー玉ですね。ビー玉は落ちそうなので、このままここ入れちゃいましょう。見て、これね、エルサのお化粧買った時に、ちょっとこれ、別なのなくしちゃって、これだけがあったので、これ雪の結晶です。いちご、ハート、ダイヤモンドの花、
これかわいそうですね。つけましょう。見てください、かわいいです。見ますか。あ、よかった。ピンクのハートもつけます。もうちょっとトッピングしたいな。キティちゃん、あ、スライムが落ちた。これかわいいですよね、この宝石。見ますか。はい、これこの2つの宝石と同じ時に買いました。これもトッピングします、同じ時なので。あ、言っとくけどビー玉も投げだけです。かわいいですね。ちょっと硬くてふわふわです。あとなんかチャンが残ってる。スラムが取って取ります。かわいいですね。でもこれをここもうちょっとトッピングしましょう。あのね、雪の結晶かわいいですよね。これを、違う、これを。これなんか雪が降ってるみたいです。完成。かわいいねですね。座りますか。座ります。みんな来た。ちょっと終わったら見せますので。こっちがぴったりかな。どうですか。あ、ちょっと落ちちゃいますよ。ちょっとあとひっくり返してから見せましょう。こうして、あ、これ取りにくいので最後に見せますね。これトッピングがすぐ落ちちゃうので最後に見せますね。これね、母ちゃんとね一緒にね、宝探ししました。あ、うさぎちゃん落ちないで。あ、また落ちた。この子は最後のチビ、ちっちゃい場所で。あ、落ちないで、落ちないで、落ちたら死んじゃうよ。死なないけど、もともとおもちゃだから。できたー。これやな、あとでつける。今度は緑色のスライム、かわいいですね。あ、ここにスライムついてた。あ、なんか2つの色があります。見てください。このピンク色のは本当はピンク色なので、布のものなのでピンク色のものに返します。えい、えい、あれ、ちょっと、えい、返しました。うん、プルプル。これをそのまま垂らします。ちょっと広げればよかった。ここ、こうします。ここもちょっと広げて、大体同じぐらいになりましたかな。これぐらいでどうですか。同じように
同じくらいになりましたね。そのまま垂らします。ちょっと時間が経つので、これで何ができるんだろう、心配だな。ギュッ、カタカタカタってなりますかね。硬い。イルカちゃんここにいたらどうかな。できればこの中にも本当は入れたかったんです。これで何を作りましょうかしらな。どういうものがいいですかな。どういうものがいいですか、皆さん。あー、でもやっぱりベッドがいいですよね。ベッドないので硬いです。あ、ベッドよりもこれで皮作りません。取れたって取れてない。これをこれね、本当はレモンソーダです。わっ、くっつけたよ。これ黄色ちゃんと同じ。あ、すぐちぎれちゃう。どうしてだ、皮の骨なのでどうしてだ。うん、もうこれぐらいの皮でいいかし。もう皮やめた。うん、やっぱりベッドにしましょう。あ、そうだ、はい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 。やめましょう。イルカちゃんここにいるので、完成。ベッド、かわいいベッドですよね。ね、本当持ち上げたいんですが、持ち上げるのが辛くて。あ、ちょっと一回これバラバラにしちゃおう。サークルバラバラにして、みんなに見せられるようにこの上で作ればいいんだ。ちょっとずれて、かしら。別の場所もできたよ。かく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 。あ、かわいい。で、クッションみたい。ほら、クッションみたい。こっちに。完成。クッションの山っていうかな。クッションの山でもないし、ちょっとハートを付け出します。私ここ好き。わあ、川だで、びっくりしてるのかな。あ、すごい垂れてる。続きは次回で、じゃあねー。